様です。花です。はい、今日はなかなか普段来ることのない岡山市北区の菅野という場所にやってきました。はい、実は僕の知り合い、インスタグラムの関係の知り合いの方から とあるお店を教えていただきまして、今日はそちらにやってきたんですけど、鶏肉を使った料理がこう浮いで、なかなかこう渋めな場所にあるんで、ここを目指してこないとあれなんですけど、普通に Google マップとかで調べていただいたら出ますので、はい、近くに目印になるものなかなか難しいんですけど、 Google マップを頼りに来ていただけたらと思います。はい、では早速行ってみましょうか。右がこちらですね。おお、なかなか渋いです。では行ってみましょうか。すごい。あったあそこですね。こんな感じでちょっと入っていくとお店がすごいですね。もうちょっとしたこうお庭を入っていくと何楽園さんの入り口に到着しました。入り口にはこうブドウが育てられてますね。素晴らしい。結構渋めな、これ昔の電話ですか、電話なんだろうか、ありますね。ここも結構飲食店行くんですけど、久しぶりにこの雰囲気は。じゃあ中に入ってみましょうか。失礼します。失礼します。あ、大丈夫ですか。はい、ちょっと今中に入ったんですけど、こう山荘のお食事処っぽい感じ、ちょっと合宿感がありますかね。準備してありますね。この机、テーブル席でいただきましょうか。はい、センスがすごい。これが2年前で、はい、後でおうどんがちょっと出ます。あ、うどんが、はい、はい、鶏好きな、鶏鍋、鶏好きな、鶏好きってやつ、うちは言ってるんですけど、いい香りが出ますので、あとも適当に入れて食べてください。あ、はい、わかりました。これに味がついてるんで、だしに、はい、これが2人前ですね。はい、はい、ということで、鶏好き鍋2人前、結構ガッガツンと来ましたけど、すごいな。はい、これをもう自分たちでこう鍋を入れていくっていう形で、なんかこの雰囲気がちょっと想像してなかったんですけど、すごいけど美味しそうですね。鶏すき鍋楽しみですね。そうそう、作っていきましょうか。鶏のミンチってこんな感じなの。鶏のミンチから入れていきますね。ですね、冬なんでやっぱりあったかい鍋がいいですね。結構もう12月に入ってぐっと寒くなってきたから、いいでな。結構ボリュームすごいな。ほんと鍋いいっすよね。野菜もしっかりとれて、ミンチだけでまあまあな量ありますけどね。すごいな。ちょっと僕のセンスで盛り付けていってもいいですか。はい、でしょう。ちょっと頑張ります。白菜多分満パンになるな。満パンにしますか。なんかさっき聞いたら関東の方からもお客さんが来られるみたいな感じで言ってましたね。なんかこれこそ、はい、花アット岡山グルメ探訪ですね。そうですね。誰もなかなかこう人が行かないようなところに行くのがもともと好きだったから、最近はちょっとそんな感じになってるんですけど、なんかネギ、春菊、
ごぼう、豆腐、白滝、ほんと、すき焼きですね。鶏すき、やっぱ牛、すき焼きって言ったら牛肉だから、なかなか鶏すきって僕食べたことないかも。家料理みたいな感じですね。普段料理しないのがもう、バレバレ、めっちゃ雑に。もう放り込んでる感じですよ。放り込みしたいで。ちょっと男飯です。あとね、整いますんで。これちょっと鶏肉、どうしようかな、上に乗せるか。そうですね。一旦ちょっと真ん中に乗せますか。いやけどもうね、グツグツいいっすね。昼から鍋っていうのもまたいいっすね、この雰囲気で、うん、なんかさっき言ってましたけど県北的な雰囲気もありますね。白菜いいっすね、冬野菜。白菜、鍋といえば白菜っすね、やっぱり。ちょっとさっきの鶏肉、鶏もちょっと何個かいって、豆腐もいいですか。豆腐、ごめんなさい、盛り付けがあれですけど、いただきます。あ、柔らか。あとでちょっと食べてほしいんですけど、めっちゃ柔らかいですよ。うん、柔らかくて結構鶏自体さっぱり系で甘みが強いですね。すき焼きのこのつゆとよく合いますね。あ、鶏すきあんま食べたことなかったですけど、めちゃくちゃ牛よりさっぱりしてて美味しいっす。いいっす。ヘルシー、うん、美味しいっす。じゃあこの鶏ミンチもいただきたいと思います。最初にスプーンですくったやつですね。結構なんかぎっしりしっかりしてます。いただきます。うん、あっ、うん、あ、美味しいな、これも。うん、これはめちゃくちゃ肉肉しいです。うん、うん、しっかり食感で、そのミンチよりももっと、うん、ぎっしりこう密度が濃いような感じで、
いやいいっすね、鶏すき鍋。いただきます。うん、あ、最高。いいですか。はい、すき焼きといえばうどんですね。ちょっとうどんも投入しますか。ちょっと雑にいきますよ。いやいいっすね、すき焼きはやっぱうどんっすね。うん、ちょっとこれで待ちましょうか。できたと思いますので、いただこうっていきます。せっかくなんでちょっと野菜と鶏肉も入れてもいいですか。じゃあ締めかな、締めのうどん。やっぱすき焼きはとか鍋はラーメンとか、まあ、雑炊もいいですけど、僕うどんが好きですね。はい、じゃあこの鶏すき鍋の締めにうどんをいただきます。いただきます。もうめちゃくちゃ美味しいですね。もうなんていうんですか、この雰囲気で結構いい意味でだんまりとゆっくり食事を楽しんでる感じで、うん、なんかこう一番最初のつゆに鶏の旨味とかこう野菜の旨味がどんどん染みて、最後こううどんで締めると、もうこのままなんかこたつで寝たいなっていう感じですけど、はい、じゃあ最後までちょっといただけたらなと思います。南楽園さんで鶏すき鍋をいただきました。1人前1650円税込みで、結構鶏肉も入ってましたし野菜もあったし、なんかなんせあの雰囲気で食べる鍋っていうのがなんか落ち着きましたね。家庭、実家感、実家っていうか、うん、田舎で食べる鍋ってこんなに落ち着くんだな。食べ終わってもずっとその場でゆっくりしていたい、はい、そんな感じのお店でした。南楽園さん、北区菅野、結構分かりにくい場所ってあるんですけど、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。美味しかったです。どうもありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。